海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は里崎智也さん。まずはバファローズのエース宮城が京セラドームのマウンドに上がります。さあバッターボックスには1番指名打者の山崎が入ります。プロ9年目の昨シーズンは5打数2安打4割という成績でした。ここはファイターズの切り込み隊長として打線の足がかりを作っていきたいところ。打ちました。これはどうか、破っていった。先頭バッターを出してしまいました。タミヤ。さてバファローズの先発は打ちました。取りました。アウト。まずはワンアウトを打ちました。紅林。ツーアウトになりました。バッターボックスに向かえます。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウト。まずは先頭の上川畑を打ち取った。アウトコース打ちました。西野。アウト。ツーアウト。飛んでいます。打ちました。ボテボテ。ショートが前に来る。紅林。ツーアウトになります。いい感じでつながってますんで。ストレート打っていった。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁を回った。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。森は二塁まで進みました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。宮城がこの5回も打った。西野掴んでアウト。際どいタイ。どのような攻め方をすればいいんだ。打ちました。紅林抑えて一塁アウト。高めのボール打ちました。弾き返した打球はライトへ。抑えました。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めて